今ね、もう始まってんだけど、はい、アイアン実際合ってんのかどうかってちょっと打ってごらん。はい。なんでわかるかっていうと、実質2だ。実質2で弾道とインパクトの感じが全部丸裸になるので、ミッチのクラブを実際どうなるかちょっとやってみよう。110ヤード以下を、うん、今現状56度1本で、このこれだね、この下だね、めっちゃ駆使してますね。ウェッジを3本体制にするっていうこと。そうですね、今では50度と56度っていうのを48、52、58と、うん、下の方を揃えていくともっと幅の広がる。実際どうなるかちょっとやってみよう。気になる点としては、ほうほう、ここの雷角っていう部分が、うん、まあ、トゥー側が、4度ぐらいインパクト時にトゥーダウン、トゥーダウンしてるね、してるので、この辺がやはり地面の接触が強く出てるかなという。あ、ダフるってことだ。結構ダフり多い。多いです ね。これ改善するとかなり変わるね。そうですね、抜けよくなります、ね、ああ確かに突っかかるもんね、はい、ほう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 。あとトゥー側にちょっと当たるような要素も出てきますね。そうですね。これ何で直せばいいの？どうするの？あ、それに合わせたクラブを購入するってことになるわけだ。そうです。ということで言うと、お、そのクラブは何ですか？ミズノだ。ミズノの GPX。GPX。ツアー。お、なかなか。これあれ、あれ使ってるプロいる？前のモデルをケプカが、そう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 、ケプカいい、あのケプカっぽいもんねえ、ケプカっぽいもん。おお、いいの入ったんだなこれ。そうですね、モデルとか。おお、距離も落ちます。距離も落ちるね。あ、やっぱり飛び系っていう感じ。いや、前のねえ。それさ、今のクラブはその少しアップライトのやつにしたんですか？ミズノの標準より2度アップライトです。はぁ、あ、はぁはぁ、これ来たね。これうまくいった？そうですね、分かった分かった。うん、ちょっと取ったなと思って。あ、でも距離がさ、距離が全然違う。全然変わるね。こうなってくると今の雷角度が全然ちょうどいい感じですね。はい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 、トゥーダウンしてます。全然してないので弾道が安定すると。ただ距離はどう？少し飛ばなくなったね。そうですね、これはマイクラブより、はい、3度ロフト寝てるアイアンですので、ちょっと距離は少し一晩手ぐらい落ちるイメージです。だけど200ヤード飛んでるものをさ、少し現実的なクラブの距離にするっていうのは全然問題ない、うんね。そうですね、そもそも今のアキラのクラブよりもあのケプカの方がいいじゃんねえ、見放たない。そう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 、この方が良くない？あ、全然いいわ。これで何ヤードの今もすごいね。で、170、180ぐらいのキャリーでしょ。こっちが現実的だ ね。 そうですね、まあ、前回やったウェッジっていうことで考えるよりも、このアイアンをこうやって揃えていった方がいいんじゃない？これをベースに下も決めていくっていう感じで、ね、そう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 、決めていく。うん、ピッチングで46度です。ピッチングで46度、はい、あとは4度ピッチのイメージで50、54、58。そうか、50度、54度、58度ね。これでいってみようか。はい、50度。ウェッジってやっぱりクラブによってメーカーによって全然距離変わるのね。違いますね。50度、はい、ねえ、
次、はい。54度。はい。これもいいですね。いい感じね。はい。120で110 58 こんなもんかな。100ぐらいだ。はいはいはい。こういう感じだね。そうすると JPX921 ツアー、これにして下のウェッジを50度、54度、58度のミスのウェッジにしていくと、来角の調整をちょっとアップライトにしてやると、これやばい。これアイアンちょっと、まあ、アイアンから考えていくとこっち側だね。たださっきのアキラのアイアンで、ウェッジだけ足し増しするってなると、また戦略が変わる。こういう風にやるの面白いね。完全違いますね。よし、ということで、じゃあこうミスのクラブでなんとか頑張って、はい、次ドライバー行ってみる、このね、そうですね、次回ね、はい、ドライバーもちょっとチェックしてみて、次のクラブ期待していってください。皆さん楽しみにしていってください。ということで、チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。グリーンジャケットで、ね、クラブいろいろと、試打できるんでね、クラフトマン、優秀なクラフトマンが見てくれるんで、ぜひとも来てみてください。ということで、今日はこのぐらいでございます。さよなら、ありがとうございます。お、今話題のベントスブラック。おー、ベントスブラック、はい、クラブヘッドは何？ヘッドはエピックだ。お、デビュース。お、なんだこれ。あらららら。動画最後まで見ていただきありがとうございます。もし良いと思ったらチャンネル登録をよろしくお願いいたします。もっとゴルフが上達したいという方はオンラインサロンに参加してみてください。 YouTube では語っていない有益な情報を発信しております。その他オンラインでのゴルフ指導も行っております。家でも学べる新しいゴルフスクール、原田ゴルフオンラインサロンもよろしくお願いいたします。